やっほー、ピー。はい、もうすごいまずい状況になっ こんばんは。すごいことに なってるね。強いね、本当にすごいことになっている。ゆうはの配信見てきてごらん。ゆうはのところ見てきて。やばいよ本当に。すごい強い強い、すごかった。その瞬間は見てないんだけどさ、笑っちゃったんだけど、びっくりした。すごいよ。まあそれを横目に私はカラオケの練習をしておりました。歌ったことない曲挑戦したいなと思って。ちゃんさっきはルアちゃんルーム来てくれてありがとう。全然今もまだね、ベルボーのね、ベルボーのアバター着てる自分何事だよね本当にさ。あ、順位変動してると思ってさ入ったらさ、ええこのアバターいいでしょう。力作力作。まあちょっとあの諦めずにというかさ、最終日まで頑張ろうっていう気持ちを持ちつつ。こんばんは。ポキちゃんの群れゲットしてる。さっきの特別配信でピッてやったら、ピッてやってくれてたら、うん、そう。なんかさっきさ、ほんと鮭の皮が悪いのかさ、鮭の皮を食べた後めっちゃお腹鳴る。ウルル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 って言ってる。ほら聞こえる？これ坂の皮じゃない、鮭の皮が原因だから。鮭の皮。当たってない、それはない。お腹痛くないもん。お腹が鳴ってるだけなんだもん。全然お腹空いてないよ。さっき駄菓子めっちゃ食べたし。これでね、メガネをかけたら素晴らしい。
おさげに、おさげにメガネ。イベント応援してるよ、ありがとう。天才で、天才です、天才です。もっちゃん純正イヤホンに、あ、見てた見てた、コメントしたよ、カラオケできてるって言った。じゃあそれでは歌っていきましょう。スイスイギター弾いてる。そっか。ギターは弾けないな。賢そうだな。いや賢いんだってば。賢いの。繊細なの。蚊に刺されてないよ。君との約束を忘れたわけじゃなく、バスケの練習で遅れてしまったんだ。彼女を待たせてるからなんて言い出せやしないだろう。いいさ。夕日が落ちる直前の空はため息の風が吹き、予定の済んでた今日の事情を、あ、忘れてくれる。ゴー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 。
だから。あ、えらいみんなこのアバターに着替えててえらい。ありがとう。2番が歌えないけどいいの？
イエーイ、初めて歌った、初めて歌った。夢は逃げない歌えるけどね、夢は逃げない、カラオケ入ってないよ。角度浜にても入ってないよ。扇風機、扇風機も歌えないよ。知ってるけど。なんだっけな、なんだ、あーえと、めっちゃお腹鳴るでしょ。だから鮭の皮鮭の皮のせい、すべては。昨日約束してたやつをまずやりましょう。私の事気づいて剥がし
踊れるようになってるよ、ゆう、これ。それじゃ、私が久しぶりに歌いたやつや、やろ。これしか歌えないんかって思われる。バンドエイドじゃないです、じゃないです。
ませんか。もう真面目えら私キスの仕方を教えてほしい。どうすればいいの。どのタイミングで目を閉じるの。女の子は待つしかないのでしょうか。 How to kiss me 冷めた日バグってて何も見えない。バグってるよ。何も見えない。タワラタワータワラタワー。ありがとう。もうバグってる。ダメだこりゃ。めっちゃどうなってんだこれ。ああ。ちょっとさ、見えない。うわっ、熊タワー、ありがとう。ゴー、うん、ありがとうございます。本当に大変な。ちょっと喋った充電。ちょっと聞いて聞くね。バッテリー何パー？わかんない。見てない見てない。なんだっけ。あ、いやちょっとさ、何歌おうかも考えてる。
かわいい。こんばんばーわわ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 、はい、ずっとお腹が鳴ってます。今日はありがとうございました。ありがとう来てくれて。あ、ポキの好きなやつで。わおー、クマタワーありがとう、もうありがとう、本当にありがとうございます。ゴー、もうずっとどんだけさなるのこれ。ね、歌ってれば。今日は完全にお腹の方が鳴ってる。はい、行きます。歌えない歌えない、どうしよう。カフェのテラス、パラソルやっと開いて、待ち望んでいた夏が近づいてくる。天国に一番近いあの海へ誘っていいかい。今年こそ二人きりで泳ごう。脳をしぶき変えた頃に僕が君を迎えに行くよ。さあ、青空を連れてこい。もう恋の真っ最中。眩しい木々の背に叶いたら、ためらってる時間はないよ。すぐにキスしよう。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節前に首にだけなんだ僕の負け、早送りされんだ。紫外線じわりじわりとなんだか強くなって、それをまくった分だけ肌が焼けると。この街を脱出したら砂浜で見つめていたい。夕暮れがやってくるまで眠ろう。どんな水に着替えるのかな、でも誰にも見せたくないよ。Oh, oh, oh.南風もう
考えてる余裕はないぞ、燃え上がろうぜ。僕も好きか、もう大好きか、もうそんなこと聞けないよ。夏がきっとこの先に期待して準備中、情熱は誰んだ。歌える曲が増えてきてる。くまたー、ありがとう。ガオありがとうございます。本当父ちゃん、久しぶりの電話中、ずっと咳をしてたから、急に気になってしまった。ウェーテクノタワー、ありがとう。テクノ来た、テクノおかしいよ、テクノ来たっつって、テクノ来たー。始まっちゃった。君は知ってるかい、渋谷がバーって名前を聞いてもピンとこないだろう。忘れられたように都会の隅で、それでも確かにせせらぎ続ける。まるで僕の テクノタワー、 テクノタワー、 ありがとう。 たわいない話をして、 バスの上りを歩きながら、 古川橋その近くで、 僕はなぜだか切なくなる。愛しさは胸にしまい込んで、少しだけ君と距離を置いた。ひっそり流れるそう
来たわ。なんか4つくらいテクノ来た。そして4位に順位が上がりました。ありがとうございます。そして最後に、最後かな、これあと2曲かな、あの子コンプレックスをファーストテイクで歌いたいと思います。今日ね、楽屋でルアとハルとあの子コンプレックス聞いてた。あ、ここにつけんだった。あ、お願いします。気づいて泣いている。私の目に映る
してくれたんだよ。ありがとうございます。息切れしないとテクノタワー、ありがとうございます。たくさんタワーが、さっきねめっちゃ嬉しいコメント、なんか歌で好きになるってあるんだなってコメント見つけて、私はちょっとうひょーってなってる。テクノきたー、テクノきたー、ね、短い曲知ってる？みんな世界の人へ短い。Thank you.
では壇上を読みたいと思います。感謝の気持ちを込めて壇上を読ませていただきます。13位クリさんありがとうございます。12位ひろいちさんありがとうございます。11位カズさんありがとうございます。10位みずっちさん、みずっちさんありがとうございます。9位ぶっちゃーさんありがとうございます。8位埼玉のりゅうちゃんありがとうございます。7位タイミング悪い 70% なべべさんありがとうございます。6位たかたんさんありがとうございます。5位サクサクさんありがとうございます。4位まこいもさんありがとうございます。3位片山さんありがとうございます。2位高光さんありがとうございます。1位ゆうきさんありがとうございます。嬉しい、歌で好きになったとか言ってもらえて嬉しい。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。4日目ありがとう。ちょっと厳しい戦いだけども最終日もよろしくね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。特別配信も楽しかったね。ありがとう。おやすみ、ごきげんよう。ありがとう、バイバーイ。バイ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